じゃあ始めてください。ベスト8第1戦目、もやしカービィ対ケイスケカービィ。カットインが流れて、さあおなじみの光景、さあもやしカービィ対ケイスケカービィ、これは指定対決ということで、赤い方がもやしさんですね。なるほど。さあ死を超えることができるのか。おう、さあお互い上を取るカービィミラーの鉄板の、さあドリル当たって、もやしさんの動画 もう死ぬほど見たと言ってましたからね。言ってましたね。さあしっかり裏当てしている。さあ復帰阻止は後ろ蹴り当たって、おっと、なんとかなった。さあここから反撃、受け身を見せダッシュへ。さあ当たって、さあ立場が逆転していく。さあ阻止はできるか。さあなんとワンストック先に取っていったのはケイスケカービィ。さあ師匠を超えることができるか。風が吹いているが、さあ相打ちになって、そうな立ち回り。おお、息が詰まりますね。息が詰まる。見てるだけでね。失速しそうです。危ない。さあ、ポツンと当てて。さあ、反転が上強が当たってドリルから火力をジャックを投げるか。さあ前投げして。まだ死なない。さあ復帰措置はどうなる。なんとかなって。さあラインを取り戻して、さあ逆に復帰阻止の展開になる。さあこれはあーっと着点が、さあ NA が当たってかすり当てでなんとかなって、さあジャックジャックジャック、後ろ蹴り。さあストック取り返していったが、もやしカービィ 107%、 何かが当たれば致命傷になりかねない。さあ空前空前、上京ドリルして受け身見て投げていく、安定ですね。さあ徐々に火力を取っていくが、後ろ蹴り、これはジャンプが下京で阻止していく。さあ形勢逆転、ポツンと当てて、ここはパーセントをもらわずに取りたいが、さあ、あーっと着ちゃんが前投げでまだ死なない。基礎師はあーっと A の矢が立ってしまう。さあもやしカービィが中央台を取っている。さあどうなる、前投げで 60%。 さあコツンと当てて、さあ非常に息の詰まる展開、互いの間合い感がもう素晴らしいですね。さあ手足の短いやつがプカプカ浮いてるだけなのに息が詰まりますね。さあ緊張ですねこれは。さあさあさらに上に当てて、これは帰れるか。あー下京が置いてある。さすがのもやしカービィ。さあ師匠を超えることはできるのか。投げて、これは NA で阻止をしていく。さあ合格です。これは熱い。これは上京からコンボが決まってダッシュ A になってしまう。さあ空後空後、あっとこれは復帰ができない。もやしカービィまずは1本取っていった。満身創痍といった感じですね。ケイスケさんどことなしか余裕の表情ですね。うなずいてますね。
動画で見た通りのもやしさんだと。まだまだいけると。あと、そうではないとこんなもんではないと、もやしさん、俺の知ってるもやしさんはこんなもんではないと。さあ、己を高めていく。これならまだなんとかなると勝利宣言していく。さあ、2試合目始めていきましょう。さあ、関西大会名物修正が発動するのか。何を台打ちして、何を修正するかさっぱり分かりませんけどねトリルして投げて、さあ復帰して、あとこれはさあ帰れない、まだ諦めるな。あー、しかしダメだ。しっかりしますね。さすがですね。 39%。 さあ強い、今のは強い。さあ右から強い。これはあと中央台にダウンさせて、パーセントが高かったばっかりに。さあしかし難しかったですね。そうですね、圭介さんもしかし全然負けてはいない。さあ空母が当たってまだ生きている。もやしカービー帰ってこれるか。上から振ってきて、ジャックからの前投げ。さあストック並んで 0% 同士。上京台打ち NA まで。おお、今なか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 なやり取りが。の前さあ空母が当たって強いですね。さあドリルが当たって、なんだ NA で。空母かせる。おお、さあここから火力が取られていくのか。さあ一度引いて 82%。 あっと、おお、非常に息が詰まる。さあ空母から阻止はどうなる。後ろ蹴りが当たって NA バースト。リードしましたね、一つリードしてますね。修正が効いているか。さあドリルテイルからの、さあ、定番のコンボを決めて。さあ空母うまいですね、今の。今の間合い管理はな、下強でもう一度、もう一度。さあ大きくリード、圭介カービィ。後ろ蹴り当たる。さあ直接掴んで、あーっとしっかりずらして、ひー、さあ 131%。 もう何か当たれば死んでしまいかねないが、あっとーっとテールが強い。 NA からの逆に NA 打たれて上バースト。ああまだまだ分からない。さあ今度は圭介カービィが上を取って、風が吹くが、おお、この達人の間合い投げて着実にパーセントを増やしていく。さあ、空母が当たって阻止ができるか。後ろ蹴りが、さあここで圭介カービィ取り返していく。修正
正が効いているか。修正が効いていますね。しかし今度はもやしさん側の修正が入ります。修正の修正は無修正と誰かが言っていました。さあこれで泣いても笑っても勝敗が決します。3試合目、さあ両者中央台に向かってカッカ浮いている。浮いてますよね、浮いてますよ、浮いてますよ、浮いてま、見たわかるわって言われたあれですけど浮いてますよね。さあ中央台からどう差し込んでいくか。さあもやしカービィの上を取っているが、なるほど、さあこの来させないぞと。難しいんですね。自らの縄張りを主張するような、いまいちどっち向いていいかも分かんないし、どのタイミングで行ったらいいのかも分かんない。これはもう何も分かりません。うわっ、おお、さあ息が詰まる。さあコツン立てて、さあテールが待っている。NA まで、さあ NA まで、さあ NA で返して、先ほどこれはワンストップまずは取っていった。さあ中央台にダウンして、おお、全部じゃないですか。さあ NA が待っている。さあどうする、おーっと避けて空母が当たって、さあドリルからテイル横スマ、あと、おお、九死に一生。 NA、 あ下強で阻止して、さあケースケカビにストックリード。しかし、うん、奪われてしまう。さあドリル当たって、またプカプカ浮いてますよね。そうですね、浮いてますよ、浮いてますよ。さあドリルが差し込めるか。さあ強い、さあ、うん、おおおお、まで繋がって空母、はい、うわ、さあなんと修正をさらに重ねている。乗せて前投げ、後ろ蹴りがうまい。ドレリ終わったのをちゃんと合わせてますね。さすがです。さあここはしっかり阻止されて、さあしかし依然ケースケカービィ1ストップリードしている。さあどうなる、うん、さあテイルからのドリルまで行って阻止は、さあ NA でケースケカービィ師匠を超えた。いや素晴らしい試合でしたね。